補聴器福祉用具とは、日常生活に、支障のある障害者や、要介護者、要支援者の生活の便利を図るための用具、及び機能訓練のための用具のこと。技師や車椅子などの補装具と呼ばれる機能補助用具も、福祉用具の一種である。日本では長期間にわたり福祉用具の統一した定義がなく、介護用具、福祉機器など様々な故障で呼ばれた北。 1993年に成立した福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律によって福祉用具は心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人または心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらのものの機能訓練のための用具並びに補装具を言うと定義された。 福祉用具法の基本的な方針によれば、福祉用具は、生活を送る上で必要になる機能を保管、代替し、長期間にわたり継続使用する、補送具と、QOL を向上させ自立を支援する、日常生活用具、介護する人の負担を軽減する要素の強い、介護用品の3つのカテゴリーからなる。具体的な類別として、2007年に、国際標準化機構で規定された、 ISO 9999-2007による類別やテクノエイド協会の定めた類別が用いられることが多い。65歳以上の要介護者を対象とした介護保険では、要支援、要介護の度合いに応じて、福祉用具のレンタルが受けられる。入浴や排泄に使用するなど、レンタルになじまない介護用品は特定福祉用具とされ、 購入費用の給付という形で支援される。また、高齢者ではない障害者や障害があり、介護保険法ではカバーしていない福祉用具を必要とする高齢者は、障害者総合支援法によって支援される。福祉用具はその専門性や特殊性から、一般市場では提供されにくいが、シルバーカーやシニアカーのように、福祉サービスの対象ではないものの、身体機能を補助。 代替する一般商品がある。そうした副使用具と一般商品の中間に位置し、障害の有無に関わらず使用できる商品群は共用品と呼ばれ、ユニバーサルデザインの観点から普及が進められている。ありがとうございます。